ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、寺田由紀です。バーホリエモンチャンネル、本日はどんなお客様が来てくださるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。ツイキャス代表の赤松陽介さんです。よろしくお願いします。どうぞ。ツイキャスって何がすごいかっていうと、どんな環境でもある程度こうライブ配信ができるっていうところはすごいんですよね。そうですね。そこがコアテクノロジーで、まあね、寺田さんはお家からやってんだよね。はい、いつも結構ヘビーユーザーで、ありがとうございます。本当にお世話になってます。いつも部屋で配信させていただいて、ありがとうございます。結構やるとツイッターのフォロワーが増えるんですよね。そうですね、フォロワーさんも増えますし、あとはサポーターの方々もなんかいろいろ登録していただいたりして、まあそういったメリットがあるんですけど、実は寺田さんの使い方っていうよりは、私が注目してたのはどこにいてもできるっていう配信、動画配信ができるっていうところにすごく興味があって、思いつきですぐこう動画配信ができるっていうところが多分ツイキャスのメリットなのかなっていう思いますね。簡単ですしね。はい。で、そこの実はなんでそんなことが実現できてるかっていうと、そこをすごくチューニングされてるんですよね。そうですね。昔はよく電車の中でコーディングとかやってたんで、電波悪い環境を求めて旅してたんですよ。へー。でオフィスの中だと電波良すぎるんで、地下潜ったりとかしながらコーディングとかしてました。ニュースは結構キャッチしてて、もうね1000万ダウンロード以上世界で。いや本当ツイキャスギューンじゃないですか。いや超右肩上がりじゃないですか。そうですね。ただまあ言っても日本の人口って1億人ぐらいしかいないので、そのままずっとっていうわけにはいかないんですよね。日本ってどれぐらいユーザー数？今8割ぐらいは日本人の方ですね。なのでブラジルとかでも流行ってる。そうですね。ブラジルが残りは。ブラジルなんですね。まあでもぶっちゃけこれぐらいそのモバイルの通信環境が整ってる国ってそもそもないですよね。そうですね。アメリカでもテストしてるんですけど、なかなか難しいですね、あっち側は。通信環境の問題もありますし、データ量これ1ギガまでしか使えないとか契約の問題もあるので、結構難しいのは難しいですね。ツイキャスやってたらもう通信容量制限すぐなくなっちゃうみたいな。そうですね。やっぱり配信ってなかなかきついものがありますよね。その辺が結構、はい、今鍵になってる。そうですね。はい、今向こうでもなんか配信アプリがいろいろ出てて、ですぐやっぱり通信量どのぐらいかかるっていう議論になってたんで、まだアメリカその日本でいう何年か前のそんな感じだったなっていう。あ、そうなんですか。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました赤松陽介さん代表のツイキャスは、配信も視聴もスマートフォンから手軽にできる若い世代に大人気の動画ストリーミングアプリです。ぜひチェックしてみてください。さて、次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。冷たい季節並んで寒いふりして縮めた距離にこそっと照れ笑いなんかして、一人ベッドで描く未来。メルマガの登録はこちら、チャンネル登録をよろしくね。